何かがあったクリニック。難産が予想されたとある晩秋、私は初めての子供を出産しました。ところが不運にも病院に適当な空きベッドがないらしく、分娩室から直接隣町の私立クリニックに搬送するというのです。もちろん差額などの自己負担はありません。出産後でぼんやりして何も考えられなかった私は、力なく同意して救急車に揺られてそのクリニックに到着しました。そのクリニックには初めて訪れたのですが、とても静かな場所でした。土地はかなりのんびりした田舎の小さな町で、クリニックのすぐ裏手には山がありました。山にはたくさんの栗の木が生い茂り、クリニックの庭にもたくさんの栗が生えていたのです。私は1階の小さな個室をあてがわれました。ベッドに横たわったまま窓の外を眺めると、そこからもたくさんの栗の木が見えました。他にすることもないので、ぼーっとその栗の木々を眺めていると、ふと視界の隅で動くものが。それは丸々と太った赤茶色のリスでした。私はふっと笑顔になり、こんな静かなところに搬送してもらえて案外良かったのかもしれないと思いました。その静かなクリニックは正規の値段で入ったら他の病院よりかなり高額であったと思います。実際私が出産をしたクリニックと比べても結構なお値段でした。毎回の美味しい温かい食事に感触付き、設備も新しく清潔で、すべての職員さんがとてもおおらかで親切でした。遠方だったので実家の両親は来ず、夫だけが毎日私と赤ん坊に会いに来ました。その夫がある時、あれ、窓の外に人がいるよと言います。リスでしょ、きっと栗の木のうちのどれかに住んでいるのよ、私も見たよと私が言うと、いや、もっと大きい子供みたいに見えたけどな。夫はそう言って首をかしげます。その時私たちは全く気に留めませんでした。ですが次の日の朝、朝食を済ませた後に私も同じものを見たのです。少しぽっちゃりとしたとても可愛らしい女の子、2歳ぐらいでしょうか、栗の木の陰をちょろちょろと走り回っていました。私は産後のため腰が痛かったのですが、足を引きずって窓に近づくと女の子の姿は見えなくなってしまいました。地元の子供が山の林伝いに遊びに来たのかしら。でもこんな朝早くにたった一人なんて妙だなと思いました。それから私は順調に体が回復していったのですが、子供の体調が良くなく、用心のためとして私たちは少し長く病院に引き留められました。入院というのは長引くと暇なものです。することもないのでなんとなく窓の外を眺めていると、外で動くものがあります。それは大抵はリスでしたが、例の女の子の場合も何度かありました。窓ガラスは開けられないので、私は彼女に話しかけることはできません。親御さんが心配していないのかなと少し気にはかかっていました。子供の体調も改善し、もう数日で退院となった頃でした。夜、子供を抱いて授乳していると、私は妙な感覚を覚えました。誰かが私を見ている、そんな視線を感じたのです。にしても個室には私と子供の二人きり、窓には厚いカーテンが閉まっています。変だなぁと思いつつ過ごしていたのですが、その後も二晩にわたって見られているという気がしていました。ついに退院の朝、手続きを済ませて顔見知りになった年配のナースさんに挨拶をしました。その際にようやく、朝早くに庭へ遊びに来ている女の子、あれは地元の子なんでしょうねと話題を振りました。するとナースさんは一瞬笑顔を引きずらせ、そうね、近所の子が遊びに来ているのねと言いました。そしてクリニックを出発しようとした直前、私はベッドの下にサンダルを置き忘れていたことに気がつき、駐車場に夫と子供を待たせて一人取りに行ったのです。
すると清掃の係の方と年配のナースが話しているところに通りかかりました。あの部屋また出たって。この病院で生まれた子じゃないから大丈夫だと思っていたけど、やっぱりダメだったのね。どうしてもお母さんのことが忘れられなくて、それでまた探しに来ているんだわ。部分的に聞いても悲しい顛末について詳細を問う勇気はありませんでした。サンダルを見つけて、私はできるだけ足早にクリニックから車に乗り込みました。あのクリニックで何があったのでしょうか。